こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。ルアー前に行きそうです。マックスメイク、それに続いています。さらにはクワイエットフェニックス、10番アイランドリッジ、その後ろルビアーノ、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。ルアー先手を取りました。すぐ後ろにスモークスター、その外からマックスメイク、並んで5番オープニングパーシブ、その外からクワイエットフェニックス、青の帽子タケデンファイター、いい位置につけました。並んで10番アイランドリッジ、内からはクイックサマンサ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はスモークスター、オープニングパーシブ、ほとんど差がありません。ルアー3番手、さあタケデンファイター前を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スモークスター先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 スモークスター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ルビアノ抜けた。タケデンファイター追いすがります。ルビアノゴールイン。ルビアノ1着、2着にはどうやらタケデンファイター、勝ったのはルビアノ、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。花を切ったのはマウントキャップ、続いてアリスベル、この馬も前へ。さらにはアドラーブル、8番ジャスミンネーム、その後ろウィナーズエリザベス、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。マウントキャップ先手を取りました。その外にジャスミンネーム、赤の帽子アリスベル、その後ろすぐ隣にローズフィンチ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。マウントキャップ先手を取りました。すぐ後ろにジャスミンネーム、その隣にダイナマイトウィン、内からはアリスベル、青の帽子ローズフィンチ、その後ろすぐ隣にソウルルート、ウィニングアライブ、すぐ後ろピンクの帽子ヘルスブラッド、その後ろハニーアーチ、そのうちに続いていますアドラーブル、後ろからその外からサッカーハット、これに続いてファントムコネクション。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はマウントキャップ、ダイナマイトウィン、ほとんど差がありません。ジャスミンネーム3番手、アドラーブル B 位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はマウントキャップ、その外からはダイナマイトウィン、その隣からはジャスミンネームアリスベル、その後ろその外からはウィニングアライブ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはローズフィンチ、残り 200m、 先頭はローズフィンチ、残り 100m、 マウントキャップ抜けた。一気にサッカーハット、最内から一気にウィナーズエリザベス、マウントキャップわずかにマウントキャップ体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。福島競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはカリスタプレイブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカリスタプレイブ花に立ちます。その後ろからはレガシーワールド、この馬も上がっていく構えです。さらにはシックスデューク、3番マイナシンガー、その後ろ先頭に戻りましょう。
先手を取ったのはカリスタフレイム、その外からシンコーラブリー、その後ろにチックスビュー、並んで1番西のキャッチ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のカリスタフレイム現在先頭です。桜世界王、前走は人気を裏切ってしまいましたが今日はどうでしょうか。少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。それでは先頭からカリスタフレイム先手を取りました。すぐ隣にシンコーラブリー、すぐ後ろにマイナシンガー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はカリスタフレイム、シンコーラブリー、ほとんど差がありません。マイナシンガー3番手、さあカリスタフレイム逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はカリスタフレイム、なんでシンコーラブリー、短い直線に入って後続は届くかどうか。カリスタフレイム先頭、差はほとんどない。2番手はシンコーラブリー、残り 100m、 シンコーラブリー抜けた。カリスタフレイム、カリスタフレイム、もう一伸び。カリスタフレイム、カリスタフレイム1着、2着にはどうやらシンコーラブリー。カリスタフレイム見事1番人気に応えました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭は河内プリンセス、河内プリンセス先頭、2番手は河内プリンセス、残り 200m、 先頭はアラビアキャッチ、一気に日高アクトレス、日高アクトレス差し切った。日高アクトレス、日高アクトレス1着、2着にはどうやらマイネアセット、見事に勝ちました。日高アクトレス、マイネアセット2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.